板の長さってどうやって選ぶといいとかありますか？はい、例えばその、板を選ぶときに、これはスキーでもスノーボードでも、ほぼ一緒なんですけど、はい、基準のサイズがあるとしますよね、はい、例えばこれはフィスの関係なんですけど、はい、レースで言えばスラロームは男子は165で、以上かな、はいはい、で女子は155か60以上だと思ったんですけど、ちょっと申し訳ないです、はい、まあ、それが一つ のレースやる時の基準があったり、スラロームで言えば、はいはい、例えば GS で言えば、はい、ジャイアントスラロームってそのまあで言えば、はい、どちらかというとその R30 だとかって、はい、そのラディウスっていうそのサイドカーブが、はい、30m、はい、半径 30m のもの、はい、でここをクリアしなくちゃいけないと、25でもダメだと、うん、というのが一つの基準としてあるんですね、はい、で長さとしては今、そこまで言われてないですけど、はい、やっぱりでも大体その今だんだんそのラディウスが変われば、はい、コースセットも変わってくるのでっていうので、長さが一番そこの中で速い場合は90いくつだとかっていうふうにこう選んでいくんですけど、はい、まあ、それはレースの場合で、はい、基礎の世界とか、はい、そのスノーボードもスキーもそうですけど、はい、別にそれは決まりがないんですね、はい、でとなると、はい、今度はみんながその選び方として決まってないから迷う、はい、いや、そうですね、はい、でその時に注意しなくちゃいけないのは、はい、これもさっきの話の中で続きなんですけど、はい、例えば、身長がいる場合は、はい、スノーボードではスタンス、はい、あまりにも190ぐらいあって、はい、60キロの体重の人が、はい、体重がめちゃめちゃ軽いんだけどひょろひょろしてるって、はいはい、でも足が長い分だけスタンスが長くなくちゃいけない、はいはい、取らなくちゃいけない、はい、そしたら当然ボードも長いボードになってくるのは当然ですよね、うんうんうん、でもその人の体重で考えれば、はい、じゃあ硬いボードでいいのかってなっちゃうと、はいはいはい、違ってくるって、うんうん、だから聞きたいのは、その人の身長、体重、はい、その人の脚力っていうのは、その何をスポーツやってますか他にって、はいはい、あとその人のレベル、はい、うん、レベルっていうのは自分で判断してもらって、客観的に、はい、もうこのぐらいですねみたいな、はい、まあ、例えばこれができないでもいいです、これができるでもいいです、うんうん、でそこの中でこう判断をしていく、はい、であとはその人の、そうだな、方向性だとか、はい、ジャンルっていうのが分かればいいかなと思います、ね、そうすると、はい、そうするとそれでもちょっとなかなか今は答えになってないじゃないって話になると、はいはい、じゃあ逆にその、まあ、基礎とかっていうレベルじゃなくて、その、はい、まあ、レベルで言えば中堅まで、はい、どこに進みたいかは別として、はい、中堅の例えばフリーラン、はいはい、フリースタイルじゃなくてフリーラン、はい、となった場合に、はい、よく大手行くと、はい、大手のスポーツ屋さんやらボードショップ行くと、はい、顎で選んだりとかするのはなんででしょうって話ですね。あ、例えばこうやって、これが基準なんですよね、はい、であなたの長さは僕は173ぐらいですけど、はい、このぐらいでいいですよねって言うんですよね、はい、どの根拠があるのかなっていうのはちょっと私もわからなくて、はい、でだから選び方が難しいんだって言われちゃうと難しいんですけど、はい、まあ、今言ったようにその普通に滑るんであれば別にこれはいいと思います。普通の硬、くもなく柔らかくもなく、はい、という選び方で考えればこれでいいと思います、うん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 、それが例えば、サンキュッパーのセットみたいな、はい、ビンディングセットでサンキュッパー、はい、それでいいと思います、はい、だけど今度はその自分の道が決まってきて、いや、こういうジャンルのボードをしたい、スキーをしたい、はい、ってなった時に、はい、その人の当然だけど体重だとか、はい、その人の脚力だとか、はい、レベルだとか、はい、やっぱりその今言ったその方向性だったら基礎なら基礎だっていうところがいるっていう、はい、で何が得意なの不得意なの、で例えば小回りが不得意だと、うん、だったらその人は、うん、いや、長さとしては、まあ、ここで結構なんですけど、はい、でもう少し例えば体重が例えば60キロの人だったら、例えば173センチ60キロの人だったらそんなに多くないと、で脚力もそんなにないしスポーツやってませんとか、はい、だったら柔らかめでいいんじゃないですかっていうことを、じゃあどれが柔らかいって、今乗ってるボードが一つの基準になったり、はい、もしくはこのボード乗ってみたんですけど乗りにくかったですっていう、それが参考になったりすることになってくるっていう、
だから本来なら乗ってみなくちゃわからない部分っていうのはめちゃめちゃあって、試乗ってやつ、でそれはやるべきだと思います。でただ雪のいい時にいいシチュエーションで乗れば誰でもそれはよく感じるし、だけどでもそこまではいけるってことですよ。でたまたまアイスバンド乗ってみたらとてもじゃないと、じゃじゃ馬みたいで怖いとなったとしても、それはそれを乗りこなしていくしかないっていう、それで自分は自分のレベルが上がっていくんであれば、あのランクが上のものを自分が乗ってしまったとしても、それはだって初心者の方にレーサーの板を売るわけじゃないので、なんとかそれはあのこなしていけるんじゃないかなと思います。だけどはっきりしてて乗っていろんなことを友達から借りたりとかして、だいたい自分のイメージがもう描けてるものであれば、それは多分間違いはないかなと、7割8割は合ってんじゃないかなと思います。だここで選ぶっていうその感覚は初中級者ぐらいまでのレベルの話なのかな。それもしかもセットの板を買う場合とかっていうのはあってもいいんだけど、その人が例えばじゃあグラトリでやりたい、で下の方で低速で動かしたいっていう時に、この長さいりますかって話なんです。もっと短くていいですよねって思いませんかっていうことなんですよ。だからそれはでその人がでもめちゃめちゃ太ってると、いやもちろん体重が終わりだとという場合は、板はだって接面が短くなるわけですから、当然乗ってしまえばこうやってやってしまえばぐやっと曲がってしまうわけだし、だったら多少固めの多少長くたってグラトリはできんことはないですよねって話なの。それを、まあ、信頼できるところとディスカッションしてもらって、それで選んでいくことが本来はいいと思いますね。で分かってればネットで買うべきだと思うし、でもチューンアップはいりますよねって、でチューンアップできてるって言われても、どんなチューンアップなのかってことが信頼できるところで一回確認してもらった方がいいかなと思います。だから明らかに分かってますよっていう、例えば新品を買っていかれるなら、あとはチューンアップを出すだけでいいと思います。まあ、確かにその板の高さだけじゃなくて、高さとかそうですよね、エッジとかいろんな意味とかあると思います。だからそれが自分の種目に合うように、当然だけど、さっきも言ったフラットロッカーだとか V ロッカーだとかキャンバーだとかっていろんな種類が、例えばあのダブルキャンバーだとか、まあ、いろんな種類があるじゃないですか。ボードでも、あのスキーでもノーズロッカーだとかあるんですよ。でそれを自分がその、まあ、滑りやすいか滑りにくいか乗ってみなくちゃ分かんないじゃないですか。自分のレベルの範囲の中で乗ってみて、あこういうものねと。でその時に例えばお話をしてくれる人がいて、こういう風に乗ってみてくださいとか、こんな感じでどうで、こんな斜面行ってみてくださいとかって一応行ってみて操作をしてみて、合うもんであれば、そこで買うべきだと思います。それはそこでやっぱりあの自分でジャッジをすべきだと思います、それを感覚だけで、いいことの書いてあるコメントを見るだけで買うっていうのは、あの逆にその信憑性がない。感覚も違います。違います。レベルも違いますもんね。そうです。だからさっきも言ったように、それこそその人が身長はがあるなら身長を言う、まあ、女性の場合はちょっと体重は痛くないわっていう方がお見合ったら、それはもう身長と中肉中背であれば、だいたいこのぐらいの体重っていうのが分かります。身長言って中肉中背というふうに言っていただければ、あこのぐらいの体重なんだ、想像を勝手にしますっていう、で男子の場合は言えると思うし、で身長体重、その何今やってるその年齢だとか脚力っていうものが、これがだいたい想像できて、今スポーツやってるスポーツだとか、で脚力、あとはその人のレベル、方向性、であとはデザインだとか、カラーだとか、っていうのは、それはその人が決めることなので、まあそれも一つの何あの商品を買う上で の、あのまあ決めになりますよね。だからただグラトリさん、グラトリやってかれる方はそのフリースタイルの中の、それに関してはやっぱり長さはやっぱり身長が高くても短め選ばれる方が多いですよね。それとあのノーズテールが柔らかい板を選ばれる方が多い。当然多分それはあのプレスっていうか、その今のあの踏んだりとかするときにぐにゃっと曲がってくれた方が楽だっていうことですよね。だそれは例えばじゃあ逆にその板を下の方で低速で使うんであれば、上の方から滑ってくるのにそれが役立つかっていうと難しいです。だから板は分けなくちゃいかんっていう、でまあその低速用と高速で走ってきても板が安定するものとは全く違うってことです。だから2とは追えないってことです。なるほどなるほど。使い分けだったりとかも必要です。そうですそうです。だからその
遊び道具を買うのに、はい、ソリを買う人もいれば、はい、それはスキーの板を買う人もいればスノーボードを買う人もいるわけじゃないですか、はいはい、という感覚の中で、うん、いやパウダー行く人もいれば、うんうん、パウダー行くのに150の板を男性の180の人が乗るかって話です、うん、そうですね、埋まってっちゃいますよねって、はい、うん、だからそうやってそのシチュエーションによっても変えていくっていうのは、うんうん、雪遊びでは当然いることなのかなと思う。自分の遊びたい方向を決めて、そうですよね、うん、だからそれも方向性なんですよ、うんうんうん、遊びたい方向の方向性だし、はい、自分がやりたいことの方向性だし、はい、そう、まあだからそんな風に考えたらいいかなと思うんですね。いつも YouTube チャンネル見ていただきましてありがとうございます。皆さんの中でそのスノーボードスキーの板で、まあ、維持の仕方メンテナンスの仕方で、分からないことがありましたら、YouTube チャンネルのコメント欄の方にですねどんどん質問の方をよろしくお願いします。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。滑り方で聞きたいこと、道具の選び方で聞きたいこと、道具のメンテナンス方法で聞きたいこと、体作りで聞きたいことなど何でもお気軽にどしどしご質問ください。 YouTube のコメント欄にご入力をお願いいたします。随時動画やコメントで回答させていただきます。今後も定期的に動画をアップしていくので、ぜひチャンネル登録を必ずお願いします。